はい、110番警察です。事件ですか事故ですか？事件ですか事故ですか？事件です。遠山洋二さん、71歳ですね。大学の教授だったんですね。疎遠だった父との再会。認知症の彼はまるで別人で、母は行方不明になっていた。直美さんはどこにいるんですか？自殺をしましたよ。ハサミで折って、ここをチョキンとさ。お父さんの手紙。すごい数だ。精神の姿勢。それ父がっていうことですか？あんた何もしないんでしょうが。初めて父の記憶に触れ、私は今初めてあなたを知りたいと思った。ここにいない、それが全部ですよ。大いなる不在。